皆さん、こんにちは。トレンドリアです。今回は、めっちゃ懐かしい。10年前の韓国のトレンドをご紹介します。前回の動画では、5年前の韓国の流行についてご紹介しましたが、今回はもっと遡って時代は10年前、2013年、2014年の韓国のトレンドは何なのか。皆さんは、10年前の韓国で何が流行していたのか知っていますか？10年前、日本では韓国ブームの歴史はまだ浅い時、初めて知るものやすごく懐かしいと思うもので世代がバレちゃう？ぜひ楽しんで最後まで見てください。それでは早速見ていきましょう。1、ドラマ相続者たち。日本と韓国でもトップクラスの人気を誇る俳優イ・ミンホとパク・シネが主演を務めた韓国ドラマ。その果てにも今では主演を務めるような豪華俳優陣が出演し、2013年の SBS 演技大賞など8部門を受賞し、平均視聴率は 16.7% を記録しました。2、テニススカート。女子たちが憧れこぞって買ったテニススカート。色違いのスカートを買ってスニーカーと合わせてコーデを組むのがトレンドだったそうです。3、大きいリュック。今では何が入るの乾かないような小さなバッグを身につけるのが流行していますが、10年前の韓国では自分の背中よりも大きいくらいのリュックを背負うのが可愛いと言われる時代でした。4、ベビーフェイス。老眼がとにかく可愛いと言われた時代、顔を幼く見せるために垂れ目のアイラインを描くメイクが流行しました。5、オルちゃん。このオルちゃんは顔がいいという意味で、韓国好きならすっかり忘れていたけれど、改めて聞くと懐かしいと思う言葉なのではないでしょうか。今では死語となってしまいましたが、当時はこのオルちゃんに憧れる女子も大勢いました。6、抵抗眉。赤リップ。今ではナチュラルに盛れるメイクが流行していますが、10年前の韓国ではしっかりとした発色で個性を表現するメイクがトレンドでした。眉毛は平行にティントで描き、リップもウォータープルーフで発色の良い赤色のリップをつけるのが主流でした。この平行眉は日本でも韓国好きの女子も間で流行しましたよね。7、冬クリーム。うわ、懐かしいと思った人が大勢いるのではないでしょうか。もはや韓国好きなら一度は試したことのあるコスメなのでは。肌のトーンアップをしてくれる商品で、ふわふわしたクリームが当時では新食感で話題となり、品薄状態が続きました。これは韓国だけでなく日本でも争奪戦が繰り広げられるほど人気商品でした。8、ハニーバターチップ。今では日本でも売られているほどの人気商品になりました。韓国に行ったらこのハニーバターチップをお土産に買って帰る人も多かったのではないでしょうか。罪悪感があるけれど一度食べ始めたら止まらない罪なスナックです。その他、食べ物ではチュロス、ブルダックプンピョン、ソルビンが流行しました。またのぐりラーメンとチャパゲッティを組み合わせたチャパグリのように2種類のインスタントラーメンを組み合わせて食べるスタイルも流行しました。9、進撃の〇〇。10年前、韓国では日本の漫画進撃の巨人が大流行。当時、日本の放送から3日遅れでアニメがテレビ放送されているほど人気でした。それに伴い、進撃の〇〇と表現するのが流行りました。この頃にオープンした飲食店でも、進撃の〇〇屋という名前があったそうです。いかがでしたか？10年前にもなると、ものすごく懐かしく感じますよね。ちなみに、2013年は BTS がデビューした年にもなります。2013年にデビューして生き残ったのは BTS だけとも言われています。この数年前から日本では第2次韓流ブームの最中、業界で生き残ることも大変だと言われた時代に BTS はデビューをしましたが、今では世界の BTS と言われるほどになり、デビューした当時の想像を超えてきました。皆さんはいくつ知っていましたか？ショート動画では10年前にヒットした K-POP も紹介していきます。ぜひチェックしてみてくださいね。